どうも、内藤大輔です。よろしくお願いします。いや、内藤さん、すごい試合でした。はい、堤選手対、穴口選手、モンスターズトーナメント、バンタム級でトーナメント、いやー、見入ってしまいましたね。いや、かなり、本当にいい試合でね、前半だけで言うと、うわー、穴口選手ね、うまいし、パンチでまぶた切ったし、これ早い回で終わる可能性もあるぞなんて思ったんですけどね、はい、うん、そうそうそう。それで、その穴口選手、今回初めて僕見たんですけど、いやー、いい選手ですね、はい、いい選手。ただ、あれだったな、決勝打力強くなかったなという印象もある。すごい、まあ、改めてその試合結果ですけど、判定 3-0 という形で堤選手の勝利という形になりました。最後のダウンが、ね、決定的でしたね。4つダウンを奪っての勝利、うん、そうなんだよな、はい。まあ、でも前半は本当に穴口選手で、4つ取って2ポイント差が2人ですよ、結果的に。そうですね、94対92が2人で、95対91、うわ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 、もう結構危なかったね。うん、まあ本当だから、2人のジャッジが9ラウンド終わってドローだったんです。そうですよね、そういうことだよね。最後のだから10ラウンドの最後の最後のダウンがなかったら、もう勝ちを決定にさせた。ちょっと分かんなかったですよね。だからね、最後の最後にその穴口選手が10ラウンド取っていれば新チャンピオンだったってことになりますよね。でもきっちり白黒つけれたんじゃないかな、ダウン取ったことによってね。いやー、危なかったけど、まあ結果、堤選手が防衛したっていうね、あとトーナメント制したっていうことで、強かったですね。いや、めっちゃいい試合だ。俺はね、本当なんだろう、世界タイトルを抜かせば、これはね、もう年間最高試合とかそういう選ばれるような試合だったぐらい面白かったと思いますよ。めっちゃおもろかった。すごい盛り上がってましたね、会場も。ああいう試合やればね、ファンいっぱいつきますよ。いや、もうこれはちょっとどの辺がこう勝負を分けたポイントなのかとかが本当に聞きたいんですけど、まずは堤選手、ハートがすごい強い。3ラウンドに左のまぶたカットして、はい、カットして、かなり、かなり深かったじゃないですか。まとめられてもおかしくないような、それで、それで前に出て、その前に出て、その気持ちも折れないし、スタミナも最後まで持っていたっていう、やっぱトレーニングをしてるし、ハートも強いなっていう印象を受けましたね。アスリートにとって、特にボクサーなんかそうですけど、ハート大事だ、ハート。ハートがどんなにテクニックあっても、どんなにね、すごいね、うまいボクシング、強いボクシングしたとしても、ハートなかったら、やっぱ上いけないですからね。一番大事。そのハートの強さを堤選手は見せたと。そうですね、はい。一方でも穴口選手もハートの強さを見せたんじゃないかなと僕は思うんですけど、例えば4ラウンドにダウン取られましたよね。次の5ラウンド、穴口選手アウトボクシングから今度一転してインファイト仕掛けたじゃないですか。あれよかったね、あの辺とかは気持ち見れたんじゃないかなとは思うんですけどね。そうですね、セコンドの指示もあったかもしれませんが、たとえセコンド指示だったとしても足を止めて、いい打ち合いしたし、ハートの強さを見せたとは思いますね、はい。めっちゃでもいい選手でしたよ。本当に一段と見た時、はい、めっちゃうまいなと思って、やりたくねえなみたいなそういう感じでしたね。で、その後5ラウンドで途中経過 の最低っていうか、はい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 、発表されて、で、その後やっぱりポイントでやっぱり穴口選手が勝っていたんで、6ラウンド以降はちょっとまたアウトボクシングに戻しつつあった穴口選手を距離を詰めていく堤選手みたいな、そこがまた面白かったですよね。そうですね、今回の試合を見て、堤選手はもちろん穴口選手も練習よくやってるんだろうな、よく走ってるんだろうなっていう印象を持ちましたね。当たり前に思うかもしれないけどね、やっぱね、大変なんですよ、
走る練習するってことがね、日本タイトルマッチにふさわしい最強トーナメント、バンタム級モンスターズトーナメントにふさわしい本当にいい試合だったね。ああいう試合ばっかりやってくれるとね、ボクシング盛り上がるしファンも増えるんですけどね、なんか見習ってほしいね、みんなね、こういうね試合をね、何かこう荒西選手がこうアウトボクシングというか、なんかこうテクニカルな面がなんとなく強調されがちだとは思うんですけど、実はこうドロドロに展開に持っていった堤選手もあのスイッチしながら打ってたりとか、結構こうテクニックすごい、ね、あら、うんうん、はい、そもそもあの距離、あの穴口選手に距離詰めちゃうっていうのもテクニックですから。あ、そうですね、いやーすごい、あの地味に失礼だけどあれ、いやいや、あの堤選手地味に強いぞあれ、うん、いや本当日本ね、最強を証明してくれたんじゃないかな。ただまあちょっと田んぼで言えばね、その前にやった武井選手バンタム級でやるって言ってるじゃないですか、ね、武井選手とのこう戦いっていうのもね、こうなくはないっていうのを感じますよね。なるほど、うん、面白そうですよね。武井選手も強いし、さ、拳硬いし、うん、この2人やったらどうなるんだろうっていうね、打たれ強さとその破壊力とどっちが勝つかみたいな、すごい楽しみ勝手にファンはでもそうやって思えることがいい、素晴らしいですよね。いやいい試合久々に見させてもらいました。いや本当なんか堤選手 そのスタミナとかもすごいですよね。いやスタミナすごかったですね。練習のたまものというか、いや練習してますね。あとよく走ってるなと思いますね。気持ちも強いんでしょうかね。まあ、穴口選手はその気持ちの強さに反比例するようにこの打たれ弱さみたいなところがちょっとここがまたなんか本当もったいねえなってこうなんだろうね、いやこれねみんな言うけどたらればでねあれで打たれ強かったよねっていうね、でも荷物を与えないというかなんというか、いやただすごいいい選手ですよね。もっともっとねトレーニングして、もうキャリア積んでいけば、なんだろう、もうちょっとなんだろう、ちょっとね、ちょっと変えなきゃいけないところあると思うんですよね。このままじゃダメというかね、それができれば、もうとんでもない選手になると思いますよ僕は。左目のそのまぶたカットした、その左のストレート、まあカウンターみたいな下がってもね、引き込んでも、ああいうのドンピシャでも堤選手に当たってましたし、いいとこはたくさんあるんですけど、唯一打たれもろいというか、そうね、ということはもらわなきゃいいんだよね。まあね、ガードで言えば堤選手めっちゃガード良かったじゃないですか。ただあのガードをすると今度穴口選手のボクシングを殺してしまうとかいろいろあるからね。なんとも言えないんだけどね。そこはこれからいろいろ頑張って、いやもうどんどんねキャリア積んでいってほしいですね。穴口先生まだ6戦で今7戦目じゃないですか。これさっきのがそれであの試合だからね。やっぱりまだまだキャリア積んでね、あのどんどん強くなると思うんでね、頑張っててほしいですね。めっちゃいい選手だと思いますよ。さあそうなりますとバンタム級今後の展開気になるところなんですけど、まあこれ本当武井選手の話さっきも出ましたけど、あいい、ね、それ以外もう世界というところに目を向けるとどうでしょうね、これ可能性。いやー、全然もう世界ね、今いやチャンピオンだと例えば井上拓磨選手ですとか、まあエマニュエル・ロドリゲス選手、はいはい、いやまあ、これも生意気な言い方、世界ねチャンピオンになるにはもうちょっと実力つけてほしいかなという思うんです。だからまだ時間、まあまあ、まだねこれからどんどんねトレーニングしてそれ世界チャンピオンになる、いやもう素質は十分あると思うんで、ただ今の段階ではまだちょっと早いかなというかまあじゃあ次の試合例えばですよ、世界挑戦したとして勝てるかったらそこはうんとはやっぱ思えるので、もうじっくり本当足場固めてね、石橋どんどん叩いて確実になれるっていうくらい強くなって挑戦してほしいなと思うんです。
うん、でも全然慣れる要素あると思います、うん、あるあるある。具体的に何が足りないとかっていうところありますか。例えばあとガード良かったし、うん、いやどう、うん、あのね、うん、いや僕ねこれもね、いや、うん、たらればなったりさ、人によっていろいろ違ってくるけど、もし僕だったらあのまあそうね、なんか何か一つ武器を持ってほしいなみたいな、平気にしてこうなんかこう全てのまあまあまあ何か一つこうなんかこうこう一個大きな武器を背負ってみたいな、なんか作ってほしいかなみたいな、で分かる。だから今のままではってやっぱりね、あの絶対取れるか取れる確率高いかって言ったらってまあまだねって、何かこう欲しいね、それが何かそれが何かってことなんだけどさ難しいんだけどさ、今日カットしましたけど、そのディフェンス力なのか。でもディフェンスはすごい良かったですよ。でもまあでもあえてカットして当てられちゃったからね。でもあのすごいガードいいですよね、うん、あのガードはいいと思うんです、こんなにガード高かったかなって思うくらい今日は高かった気がしますけどね、うん、まあ、今後の鈴木選手にも期待というところですかね。いやそうですね、なんか僕あのなんだろう、僕だったらですけどなんかもうちょっとこうフェイクが欲しい、まあ、フェイントね、なんかとかね、プラスアルファ欲しいかなと思いました。